はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回はなぜなら彼らが背金主義者だからという話をさせていただきます。先に論点からお伝えしますと、情弱ビジネス発信者の方たちに対して違和感を感じている方多いと思うんですね。なぜならば、金持ち、札束、ドヤ顔投稿をしたり、俺的ビジネス論を下り顔で語ったり、旗から見てるとものすごくダサい。 格好悪いことを格好いいと思ってやっている。格好いい人っていうのは本来格好つけてないわけですから。格好つけている人は格好悪いですから。そういった部分も含めて何なんだこいつらはって思う方多いと思うんですね。この理由が冒頭でお伝えした背筋主義者だからそういう考え方になってしまっているんですよっていうことだという話です。背筋主義者というのはお金が何よりも最上のものだ。 という考え方を持っている人のことを指すわけなんですが、絶対的なお金という指標で自分を判断すると、とにかくお金を持っているから自分が言っていることは全て正しいんだ。自分は人として素晴らしい人間なんだ。そういった考え方に陥ってしまっているわけです。しかしながら当然の話、そのお金をどうやって稼いだかっていうことが大切になってくるわけですよね。お金が絶対的に正しい指標なので、 あれば、銀行強盗やったって、大麻の密売やったって、マフィアのボスやったって。 リフォーム詐欺あったってとにかく手段を選ばずお金を結果的に得られた人が偉いっていうことになってしまうそんなアホな話はないわけです我々っていうのはまず大前提として大見商人の格言でいうところの三方よし売り手よし買い手よし世間よし自分ももちろん幸せになるし相手も幸せになるし世間的にも認められているような地に足をつけた堅実なビジネスをやるという大前提のもと 購買を行っているわけですねこれって要するに人を騙しちゃいけないよ。古代広告をしてはいけないよ。虚業を行ってはいけないよ。虚像ビジネスをやってはいけないよっていう大前提で、その大前提の上で試行錯誤をする。 からビジネスとして結果的にお金持ちになった人は素晴らしいなっていうふうにようやく褒めていただけるような状況認めていただけるような状況になるわけじゃないですかその大前提を取っ払ってしまったのであればそれは私だってもっと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 稼ぐ自信ってありますよ例えば私が行っているのは中国から商材を買い付けてアメリカアマゾンで販売する中国アメリカ物販通称私は海外物販をやっているんですが副業ね ネット物販やってる人の中で、中国アメリカやってる人って周りにいますかと。 インターネット上で情報を調べてもほとんどないわけじゃないですか。大抵は国内転売、セドリをやっていたりだとか、中国輸入をやっていたりだとか、日本、アメリカ、要するにアマゾン輸出だとかをやっている方がほとんどなので、俗に言うブルーオーシャンなビジネスなわけですよ。ほとんど教えられる人がいないようなビジネスの形態っていうのを自分自身がやっているので、まさにこれは未来の物販だだとか、他に教えられる人がほとんど いない私オリジナルのシステムですみたいなことを古代広告でドーンと出したら人集まるわけです実際私が右も左もわからなかった自分 ドーンと行った大型のキャンペーン、うさんくさいマーケッターの人たちの言いなりになってしまって行ってしまったキャンペーンでは、8000万円弱の売り上げを上げることができて、生徒さんも200人ガーンと入ってきたことがあります。つまるところ私は自分自身が精廉潔白な人間だというつもりは妄頭ないですし、ネットビジネスを本格的に始めた時、2013年の5月からなんですが、はじめは与沢翼さんの1000人規模のネットビジネス スクールに入ってそっから3年間は正直うさんくさいことっていうのもやってしまったことがありますしかしその中で違和感がうっせきしていってこれではいけないっていうことで今のめちゃめちゃ地味で地道なスタイルにたどり着いたわけなんですが自分のことはさておき話を戻しますとお金の稼ぎ方どうやって稼ぐかっていう部分である一 一定の制限がある上で我々の堅実な商売っていうのは本来成り立っているものですよね彼らは背金主義とにかくお金がたくさん集まれば自分の価値って考え方を持っていますし実際にお金をたくさん持っているから自分が勝ちだと思い込んでいるの でかっこいいの判断基準がお金とイコールになってしまっているわけですね。だからこそカッコつけるし、かっこつけてる自分はかっこいいと思い込んでしまっているし、俯瞰的に見てみるとものすごくダサいことっていうのを下り顔で行っているし、彼らの周りには同じような背景主義の信者どもが集まっているので、彼らにチヤホヤされることによってマズローの欲求五段解説、承認欲求っていうのもそれなりに満た されるような状況にあるわけなので自分がやっていることに対して疑問を持つっていうことをしたがらない周りの人の否定的な意見は全て誹謗中傷だって考えてしまうっていうことなんですこれって筋トレに例えると分かりやすいと思うんですが JBBF という団体がありますアンチドーピングアンチステロイド平たく言うと筋肉増強剤など違法薬物を使っちゃダメですよっていうことを謳っているボディビルディングの 団体の大会にステロイドを打って俗に言うユーザーと呼ばれる人たちが出場しているようなものなんですよね。JBBF はステロイドを打たないで自分のナチュラルの体で出場する。 という前提で大会が成り立っているにもかかわらず、とにかく薬物投与しようが何しようがでかくなりゃいいんだっていう考え方の人がそこに参入しちゃったら、わけがわからないことになってしまうわけですね。ミスターオリンピアに出ているようなステロイドお化けの人たちとナチュラルの人たちっていうのは根本的な概念の部分から異なっているので、そこを一色たにしちゃうのはおかしいわけです。このの筋筋肉至上主義と背筋主義義ととっててものすごく似てると があってどんな手段であっても筋肉が増えればいいっていう考え方と、どんな手段であってもとにかく結果的にお金がたくさんある人が偉いっていう考え方。 で、正直私は両方とも大嫌いです。だからこそ、久野圭一さんとか、ジュラシック木沢さんだとか、ナチュラルを公言しているボディービルディングを行っている方、フィジークを行っている方に対しては、私は本当に心から尊敬しているし、憧れているし、敬意を払っている。 っていうことなんです。というわけで今回は上弱ビジネス発信者、信者ビジネス発信者、俗入情報商材屋たちが、なぜ自分たちのことをあれほどまでに過信してしまっているのか、かつ自分のことを俯瞰的に見れなくなってしまっているのか、かつ自分自身が行っている脱い行為に対して、かっこいいと思い込んでやまないのか、ということについて話をさせていただきました。 今回の動画が参考になった方、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ、幸甚です。最後までご清聴くださり、ありがとうございました。